氷氷とは、積乱雲から降る、直径5ミリメートル以上の氷粒。直径5ミリメートル未満の氷粒は、あられと呼ぶ。氷が降ることを氷氷と表現する。氷の断面写真、246倍激しい、氷氷表は、激しい上昇気流を持つ、積乱雲内で発生するので雷と共に、発生する場合が多い。氷は、空中で、 落下して表面が誘拐し、再び上昇気流で雲の上部に吹き上げられて、誘拐した表面が凍結することを繰り返す。その過程で、外側に他の氷床が付着したり、過冷却の水滴が付着し凍結したりして、だんだんと氷粒が成長していく。そのため、大きな氷を割って、内部を見ると、誘拐後に凍結した透明な層と、 付着した氷床の不透明な層が、交互にある、同心炎上の層状構造をしていることが多い。成因は氷あられと全く同じであり、氷あられが成長して氷になる。氷は成長するにつれてその重さを増していく。その重さを気流が支えきれなくなったり、上昇気流が弱まったり、強い下降気流が発生したりした時に、地上に落下する。氷は、 積乱雲の発生が多い夏季に多いが、地表付近の気温が高いと完全に誘拐して、大粒の雨になってしまうので、成果に当たる8月前後よりも初夏の5から6月に起こりやすい。また、日本海側では冬季にも季節風の吹き出しに伴って積乱雲が発生するので好評がある。氷が落下する時には、小さいものでもパタパタ、パラパラという音を立てる。 大量に降った場合、雨の音と混じるなどして、非常に大きな音を出し、周囲の音が聞こえないくらいの騒音となることもある。氷の大きさは1トル以下のものが多いが、時に数センチメートルにも成長し、ゴルフボール台となることもある。記録が残っている中で、世界最大の氷は、1917年6月29日に、 埼玉県大里郡熊谷町に降ったカボチャ大の表で直径7分8分、重さ900問目とされる。なお、アメリカ海洋大気庁によれば2003年6月22日にアメリカのネブラスカ州に降った直径7.0インチ、周囲18.75インチの表を世界最大としている。表が積雪のように積もることもある。 2019年6月30日、メキシコハリスコ州のグアダラハラでは2メートルほど氷が積もったことがある。丘陵地帯では少なくとも50台の自動車が氷の濁流に押し流され、中には氷の下に埋没した車もあった。氷の地温は白北で、氷の地温はない。これは、包みのゴ温、氷に釣られたものとする説や、古事書の 感知インポン名義称に、ハウと記されたものが変化したものとする説、ヒサメが変化したものとする説、氷の地温、氷からとする説などがある。公表による被害を氷害という。小さな氷が大量に降った場合、積雪のように堆積して、ビニールハウスなどを破損させたり、植物の葉を落としたりする。直径が5センチメートル以上もあるような巨大な氷は、 落下速度が時速 100km を超え単独でも甚大な被害を出す。自動車のボンネットや窓ガラス、家屋を破損させたり農作物に大きな被害を与えたりする。大きな氷が人間や動物に当たると怪我をして頭部に直撃した場合には脳震盪を起こしたり死の危険性さえある。英語圏などでは激しい公標をヘイルストームと呼ぶ。 農作物等への被害を防止するために、上空にソニックブームを発射して、氷の発生を抑止する装置が考案、利用されている。1972年、国立防災科学技術センターは、大きな氷の防止技術を開発するために、8日銀200グラムを詰めた、全長78センチメートルのロケットを石乱雲に打ち込む実験を、群馬県新東村で行った。 国際式天気図の天気記号では、の7種類が表を表す。表の天気記号日本式天気図の天気記号では、表を表す記号がある。ただし、雷を伴う場合は、優先順位によりこれと異なる表示になることがある。定時飛行場実況気象通報式の、降水現象の欄では、グレーンが表を表す。日本では、 天気を自動で判別する機械が導入され、目視観測を2019年2月から順次、終了したことに伴い、表の記録を終了した。機械による天気の自動判別では、落下する物体の大きさを判別することは、難しいとされるためである。ゴパルガンジュビビアンオーロラこの節に登場する場所を、記した地図。雷については発生場所のみ示した。 ネブラスカ州オーロラで2003年6月22日に降った氷、ありがとうございます。